梅沢みなみは日本のアイドル、ファッションモデルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバー、Wiz の専属モデルである。神奈川県平塚市出身。身長170センチメートル。血液型は A 型。1999年1月6日、神奈川県平塚市で生まれる。2016年9月4日。 乃木坂46の3期生オーディションに合格。合格発表後、LINE l i v で、乃木坂463期生決定スペシャルが生配信され、合格発表と同時に、乃木坂46での活動を開始。同年12月10日、日本武道館で行われた、乃木坂463期生、お見立て会でファンに初披露された。 同年12月19日、乃木坂463期生ブログが開設された。1日1名ずつのリレー形式となっており、梅沢は12月21日より12日ごとにブログを書いている。2017年2月2日から12日にかけて、3期生、初公演となる3人のプリンシパルが15、公演実施され、唯一2月5日昼の部に出演した。 同年5月9日から14日にかけては、8公演実施された3期生初の単独ライブとなる、乃木坂463期生単独ライブに出演。2018年2月22日、乃木坂46公式サイトで、梅沢の個人ブログが開設。2018年4月4日発売の、日経エンタテインメント。2018年5月号より、イコマリナの公認として、 梅沢のコラムが連載開始となった。同年4月3日、8月3日から上演される舞台、7つの滞在ザステージのエリザベース役にオーディションで選ばれ、初めて個人として舞台に出演することが発表された。同年6月8日から24日及び9月21日から30日に上演された、乃木坂46版、ミュージカル美少女戦士。 セーラームーンにセーラージュピター役で出演。同年7月2日、8月8日発売の、乃木坂46の2ファーストシングル、自己中で行こう。で、副人として初の選抜メンバーを務めることが発表された。自己中で行こう。に収録される、空扉ではセンターを務めた。2020年9月29日、初のソロ写真集、夢の近くを発売。 発売に先駆け、写真集の公式ツイッター、インスタグラムを開設した。2021年1月6日、22歳の誕生日を迎え、写真集の公式インスタグラムアカウントを個人のアカウントとして引き継ぐ形で運用を始めた。愛称は、南。学生時代は、空手と、護身術を習っていた。キャッチコピーは、見た目は24歳。 中身は18歳の逆子なんこと、梅沢みなみです。好きな食べ物はイチゴ、ジャガイモ、牛タン。得意料理は、リゾット、ハンバーグ、カレー。好きなアイドルは、鈴木愛理、ジェム、ケヤキザカ46、ワースタ、NMB48。憧れの先輩は、白石舞であり、人生で一番影響を与えてくださった方と、語っている。グループ加入前に、 ファンとして参加した、握手会で白石と初対面し、北欧新名だね。と声をかけられ感激した。その後、乃木坂46のオーディションを受けた理由も、白石への憧れと公言している。乃木坂46の三期生美脚後3や若様軍団のナイフ担当、三期生のまとめ役、サイリウムは青水色。 乃木坂46坂道 AKB アイズ4648乃木坂46ありがとうございます。